坂井さんがお前を誘ったって聞いたときは、少なからずショックだったぜ。ムカつくんだよ。お前みたいなチャラチャラしたノリは。東道塾生のドラテクを舐めるなよ。あっさりとぶち抜いてやるぜ。やられた？信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするぜ。